今日は倉本新会長においでいただきました。まず会長となって、はい、まず、抱負あるいは第一声をお願いしたいんですが、はい、まずはじめに昨年の現役理事副会長による反社会勢力との付き合い、大変な不祥事を起こし申し訳ありませんでした。私たち PGA は代議員理事を含め総辞職をし、新たな体制で臨みたいと思っております。ご迷惑をおかけしたファンの皆様、会員の皆様、またゴルフ関係の皆様に心よりお詫び申し上げます。さあ倉本会長、はい、これから大変な改革あるいは大変なエネルギーを使わなきゃいけないという、はい、PGA としてはまず何をしなきゃいけないか。まず簡単なこと、それは信頼回復だと思います。これはこれからの防敗も含め、私たちは内外に信頼関係を築いていかなければいけない。ですから会員の皆様に対してはご迷惑をかけした信頼回復、それから社会の皆様には私たちの組織としての信頼回復、これをやっていかなければいけないというふうに思っています。その防敗に対しての何か運動といいますか、はい、対策みたいなものっていうのは、はい、いろいろアイデアはあるんですか。はい、いくつかのアイデアがあって、まずは啓蒙活動、これは5200人の会員に対して、防敗の啓蒙活動をしていくと同時に、私が会長としてできるだけ多くの会員の皆様と面談をしながら、今後の防敗活動と、それから、一つは窓口を作っていきたい。これは相談窓口という形で、もし何かの形でそういうアプローチがあった場合、こういうアプローチがありましたどうしましょうっていう相談窓口を作るということが必要だろうと。また、付き合いがもしある場合、どうその人たちと関係を断っていくかっていう相談にも乗っていきたいというふうに思っています。まあゴルフの場合、ゴルフウェアを着てちょっとレッスンを受けたいというと、はい、なかなかその区別がつかないというか判断がつかない、ね、まあ仕事だと思うんですね、はい、ですからそこら辺で何かとにかく入り口で席を止めるみたいなことも、はい、なんか考えていただけたらなと思うんですが、はい、入り口で席を止めると同時に、その間違って、そういう方と接触した場合、じゃあ今後どうすればいいかということの指導もしていきたいと。それ PGA の方で、はい、そういう窓口を作るという、はい、ふうなことですね。はい、必ず作りたいと思ってます。はい。